ございます。おはようございます。おはようございます。何食べてんすかこれ。納豆です。今日結構忙しいみたいですね、スケジュール的に。そうですね、始まりは遅かったんですけど結構詰め詰めで、この後オールナイトフェジゴの生放送があって。どうしたんですか？てか皆さんちょっと疲れてますよね。え、そんなバカな。さっきまで人前に出てましたから。このままこの後生放送ですよ。ダメ？多分ダメですね。嘘。なんで一旦ちょっとメイク落としてもらっていいですか？なんでそこまでしなきゃいけない。一旦。なんでめんどくさい。めんどくさい。このまま出れると思った。一旦。多分時間ないとは思うんですけど。マジで時間ないですよ。泡立てが下手すぎて。本当はね、こんな摩擦を生んじゃいけないんだろうけど、しょうがない。だってメイクを落とすなんて思ってなかった。私昔すっぴん結構割といけてるやろと思ったんですけど、うんうんうん、全然ダメです。もうこれがよく言うなんかその30でお肌が曲がるみたいな、マジで変わってきた気がする。カラコンは入ってますけど落ちました。なんかさ、この辺が最近ちょっと黒い。ああ、クマがね。クマが、はいはい。えらい、そんなことできるようになったんすか？カメラがあるから。じゃあちょっと早速やってもらいたいのがあって、まずお顔のケアをしてもらいたいんですよ。その疲れ顔、はい、疲れ顔って言うな。で、使ってもらいたいものがありまして、こちらになります。何ですかこれ、すごい、めっちゃかっこいい。こちら、サロニア EMS ブラシ、はい、へー、へーとか言ってなんかすごそうなのは分かるんですけど、結構こういうのを使ってるヘアメイクさんとかも多いですけど、正直 EMS は私意味分かってなかったです。マジですか？え、本当に分かってます？もちろん分かってます。言ってみてください。エレクトリック、マッスル、スチームレーション。読んでる。あの、要は電気刺激によって顔周りを中心に筋肉トレーニングができるマシン。でも時間がないじゃないですか。ないよ。なんでちょっとスピードアップも兼ねて、はい、こちらのサロニア EMS ブラシを使って今日はメイクをしてもらおうと。おー、ありがとうございます、はい、というのも、うん、ちょっと今回僕が持ってきた案件なんですよ。あ、ありがとうございます。クライアントさんに失礼のないように、うん、大丈夫ですよ、できますよ。ちゃんとやってくださいよ。はいはい、もちろん、はい、なんで忖度抜きで今日は体験していただきます、うん、楽しみ。その前にちょっとごめんなさい、その指輪って、はい、結婚指輪ですよね。ちょっと外してもらっていいですか？え、なんすかその感じ。あの、このブラシ使うときは外して、はい、え、狙ってます？いやいやいや、なんですか、溺れているときだけはみたいなこと。いやいやいや、ブラシ使うときは外してくださいと、はい、あの、あ、説明書にも書いてあります。言われるアクセとか。あ、指もダメなんだ。今だけは独り身になります。すいません、わかりました。ちょっと顔赤くなるのやめてもらっていいですか？赤くなってたはず。いやだな。そもそも峯岸さんってあの朝起きた時とかってどんな感じなんですか？いい時ない、朝起きて。いい顔の時ない。だいたい本番収録中の間ぐらいから顔整ってきますからね。あ、例えば朝起きた時とか5分10分頭皮と顔をこれでケアすることで、うん、もうシャキッと漏れた感じになる。最高。そうなんですよ、しかも防水設計なんで、はい、お風呂上がりとかにもわざわざ髪乾かした後にやらずにもうびしょ濡れ状態でも当てていいんだ。大丈夫です。めっちゃいいですね、うん、あ、早速当ててきました。びっくりした。息吹いて痛い、すごい刺激が。そうなんですよ、びっくりした。めっちゃありますね刺激。そうなんですよ、あの、実は顔にはですね、はい、30以上の小さな筋肉があって、ほう、表情筋って言われるらしいんですけど、はい、それが運動不足になりがちなんですって。なるほどね。それをこれで刺激を与えて、すごい筋肉を鍛える。すごい。すごいですか？え、こんなコンパクトのこいつに、こいつって言っちゃダメだよね。こんなコンパクトのこれにこんな威力があるって思わなかった。だってマスクのさ生活になってからさ、なんか顔伸びた気がするもんね。なんかもう動かさないし、正直目だけ笑ってればよかったじゃないですか、マスク生活。さあどうもみたいな。口動かさなくなってたから、うん、そんな一級にタイアップだからリアクションを大きくしてるとかじゃなくて、いやいやいや、タイアップだともっとうまくやる。びっくりした。でかすみません。すごい、今2なんですよ。もうちょい上げて3でいけると思います。ちょっとこんぐらいで今。お、はい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 、え、ちょっと1個上げていいですか？
今、はいはい、これいい今これでした。さっきこれでした最初。9だったからびっくりした。今3ですか。これ今4です。4。え、何まであるんですか。5まで。おお。頭皮とフェイスとボディと、うん、え、すごい。それぞれモードがあって。まあブラシなんで頭をこうなぞってくれてるじゃないですか、はい、このピリピリの波がグオーってこう駆け巡っていきます、この頭皮を。でなんか吸い付く感じもちょっとある。なんかキュッてされてる感じ、うん、なんか引っ張られてるような感覚がある。あ、こうなってるんだ。なんか硬さはあるんだけど、ここがピヨってなんの、この入るの、押すとなんかへこむ、うん、まあ、だからこうしっかり密着してくれるんですね。うわすごい、いやだから疲れてるってことですよね。めっちゃすごい。うわうおー、顎下とかやってやってる、うん、ここら辺を。あーすごい、おーたけしさん自動たけしさんメイクさん的にはどうですか。いやすごい効果ありそうな気がします。すごい、なんかすごい、でもすっきりしてくる。なんかちょっと肩下げてほしい、首長くしてほしい1個あるだけで、そのデート前とかなんか大事な時の前に自分で美顔をコントロールできると思ったら、うん、あっていいですよね、うん、家にロケとかさ旅行とか行く時にあんまりこう大きかったりとか、うん、しかもコードないですよね。あ、ない。すごい、あるとなんか結局めんどくせえってなって置いてっちゃったりするけど、うん、このサイズめっちゃ持ち運びいい。めっちゃいい、荷物減ってプレゼントとかも喜ばれそう。いい、目が揃った。いいんじゃん。え、痩せた。すごい、なんか顔ちっちゃい気がする。目でかいですよね、左。え、なんかでかいです。すごい、大きい大きい、確かに目開いた、うん、すごい。え、顔ちっちゃい、いいね。最近どうなんですか。最近はでも結構安定してます。もうすぐ1年ですか。結婚して1年になります。もうすぐ、もう間もなく1年。でも仕事がある時に東京に行って、で大体今日の「オールナイトフジコ」金曜日の深夜が終わったら土曜日の朝ぐらいに岡崎に行って、まあ土日月ぐらいは向こうで過ごして、で仕事のタイミングに合わせて帰ってくるみたいな、そんな感じの生活をしていますね。あ、じゃあもう意識的には岡崎ベースの、うん、まあでもまだベースとは言い難いけど、結構向こうにも自分のものが増えて、付き合って同棲してだからどんどんものが増えていくみたいな感じなのかな、うん、でやっとなんか落ち着いてきたな。結婚したては結構なんか一緒にいたいみたいな、なんかこう焦りがあったんですよ。なんかなるべく一緒の時間を過ごしたいのに、それがなんかあんまり叶わないみたいな。最近いい意味で一緒にいることもなんか自然っぽくなって、まあまあお互い好きなことやってる時間あってもいいよねっていうモードにやっとなって、だから基本休みがあったらすぐ岡崎に行っちゃって、岡崎にいる間向こうが忙しいとちょっと寂しいな、何すればいいんだろう一人でみたいな時間があったんですけど、最近は割り切って東京でオフを過ごすことも増えて、やっとですよ、地に足ついてる感じがする。鈴木さん久しぶりじゃないですか。その間に私大人の趣味ができまして、麻雀を始めたんですよ。マジっすか。そう、とりあえずなんかめっちゃ時間が早く進むって聞いたんですよ、麻雀やってる人に。でなんかこう寂しがり屋でちょっとメンヘラ気味の私にはぴったりだなと思って、全然上手じゃないんであんまりこうなんかどうやってまだ言える段階じゃないですけど、数ヶ月3ヶ月ぐらい久しぶりに楽しくてなんか本とか買って読んでる。誰に教わったんですか。いや普通の一般の友達に最初教えてもらって、山本夫妻、美希ちゃんと山本さんとかと一緒にやったりして、すごいゆるく向こうにお邪魔して、うん、やっぱ美希ちゃん近くに師匠がいるんで私を追い越す速さが上手くなってる。あとはこれ YouTube 的にもいいなって思ってるのが、もうすぐ免許取れそうなんですよ。車の持ってないんでしたっけ。私持ってなくて、それも結構自分のなんかメンヘラ治った一つなんですけど、
忙しいんですよ、1日数時間授業受けたりしなきゃいけないんで。なんでもうすぐ仮面は撮ったんで、私のメイドライブ動画とかなんかちょっとカオスそう、うん、多分絶対下手だから、うん、いいっすね、やりたい、うん、最近ご飯とか作ってるんですか、主婦してるんですか。してない、てっちゃんがすごい減量期なんですよ。あ、なんか痩せるのハマってボディメイク期なんですよ。だから本当になんか決まったものしか食べなくて、米とチキンみたいな。岡崎ってごめんなさい、岡崎ね。あ、岡崎全然岡崎の生活には慣れてきてたってことですね。うん、そうですね、うん、最近一人でスーパー銭湯行ったりします。サウナ入ってやばい、これはさ、なんかもう頭の回転が衰えるわって思う生活してるゆっくり起きて桃食べてスーパー銭湯行って帰ってきて気持ちよく寝てたら、そりゃなんかさすがにやっぱ日頃頑張ってテレビ出てる芸能人の方たちと対等には張り合えないなっていう生活をしてって、それをなんか良しとするかっていうところなんですけど、この生活始めて早1年ぐらい経つから、そろそろなんかやった方がいいかなって思ってたりもする。ゆきさん、今日のメイクは何メイクですか？なんかポイントありますか？コーラルオレンジメイクです。コーラルオレンジメイクです。夏っぽいですね。夏っぽいですね。今日の私服にも合ってる。エチュード、エチュード、ハニーグレープフルーツ、オペラ、アプリコット、この2つを混ぜた夏っぽい、いい感じです。お礼います。まあちょっと俺もそうなんですけど、まだお値段発表してないんで。お値段の発表、はい、あ、クライアントさんもここすごく大事だと思ってる。あ、そうかそうか、お願いしますよ。本当にお願いしますよって言われてもね。完成、お待たせしました。気になるお値段なんですけども今の電気ブラシと RF 美顔器を数量限定のセット販売。何ですか RF 美顔器、今日は出てこなかった。出てこなかったんですけど、うん、それがセットで今数量限定で販売中らしいんですよ。で、通常だと2つで56,100円のところ、はいはいはい、やっぱいい値段するね。はい、今回のセット価格、うんうん、なんと、うん、28,600円オフの27,500円で手に入るんです。おお、いいじゃん。ほぼ 50% オフに近いですよ、うん、どうですか。いや、結構本当に安いと思った。3万円って結構壁かなって思って、しかも2個でしょ、結構安いなって思ったのと同時に、私結構なんか人の気持ちをすごい気にしちゃうから、5万円で買った人大丈夫かなっていう心配もちょっとあるぐらい、それぐらい安い。この動画を最後まで見てくれた人がね、その情報を知ったら安く買えますよってことですもんね。買えるな。いや、でも今のリアクションクライアントさんめっちゃ喜ぶ。あ、本当ですかよかった。え、でもこれは結構嘘じゃないかも、うん、詳しくは概要欄をチェックしてください。準備が完了しました。衣装とかこういう感じかっていうね、いう思いもあるかもしれないですけど、今日だけなんかね、運動会企画でちょっとジャージャーです。本当はもっと可愛い衣装で、こういう可愛いお顔で行ってきますって言いたかったんですけど、今日は運動会企画ということで赤ジャージになってしまいました。でもちょっと目がすっきり覚めた感じもするので、元気な顔で美女大爆発で生放送行ってきたいと思います。バイバーイ、行ってきます。